フリーモントはアメリカ合衆国ネブラスカ州東部に位置する都市。オマハの北西約 50km に位置しており、同市とは高速道路で結ばれている。人口は26,397人。どっち軍一軍のみでなる、小都市県は36,691人の人口を抱えている。より広域的には、フリーモントは人口90万人を抱えるオマハの広域都市圏に、 含まれている。ジョンシー・フレモント入植地が建設される以前から、プラットガー北岸のこの地には、モルモントレールが通り、往来が盛んであった。1856年、イリノイ州出身の7人の土地投機家が、大陸横断鉄道が、グレート・プラットリバーロードに沿ってこの地を通るであろうという、期待のもとに、この地に、フリーモントの町を区画した。フリーモントという名は、軍人。 探検家で、共和党最初の大統領候補にもなったジョンシー、フレモント少将にちなんでつけられた。また、後に、フリーモント出身のルーサー・グリフィス及びエドワード、ブレウェットがワシントン州に創設した入植地は、両名の出身地である。このフリーモントにちなんで命名され、現在のシアトル市フリーモント地区になっている。 創設から10年後の1866年、創設者たちの目論み通り、ユニオンパシフィック鉄道がフリーモントを通った。鉄道が開通すると、フリーモントは、精神する鉄道の建設資材供給地になり、また西へと向かう開拓者たちが立ち寄るようになった。やがて1880年代に入ると、市中心部の商業地区には、レンガ造りの建物が立ち並び、商業地区や、 鉄道奏車場の周辺には住宅地が発展した。20世紀初頭には三本の鉄道が通り、製造業が発展した。また、農夫がその作物を広く流通させ、食品加工業者が地元の作物を購入し、この地に雇用ももたらすなど、鉄道は農業の発展にも寄与した。フリーモントは、 北緯41度26分23秒、成形96度29分24秒、北緯41.43972度成形96.49000度 41.、41.43972-96.49000に位置している。市は、ネブラスカ州東部、ミズーリ川の支流であるプラット川北岸の平坦な土地に広がり、その標高は366メートルである。 州の最大都市であるウオマホからは北西へ約5 0ロメートルシュートリンカーンからは北へ約8 0トルである。アメリカが州国国勢調査局によると、フリーモント市は総面積22.92平方キロメートルである。そのうち22.79平方キロメートルが陸地で0.13平方キロメートルが水域である。 フリーモントの気候は蒸し暑い夏と乾燥して寒さの厳しい冬に特徴づけられ気温の年格差の大きい内陸型の気候となっている。欠片の気候区分ではフリーモントは亜寒帯湿潤気候に属する。気候についての詳細はオマハ気候を参照のこと。フリーモントの街路は概ね整然と区画されている。東西に通る通りには ユニオンパシフィック鉄道奏車場のすぐ北を通るファーストストリートから順に数字のついたものが多く北へ行くほど数字が大きくなる東西に通る通りは目抜き通りであるブロードストリートの一ブロック東を通るパークアベニューを境に東と西に分かれている一方南北に通る通りはファーストストリートを境に南と北に分かれている 南北に通る通りのいくつかにはアルファベットがついており、いくつか抜けてはいるものの、西へ行くにつれて、C ストリート、D ストリート、H、I、J となっていく。市中心部の商業地区はむね、南北はファーストストリートから a ストリート、東西は C ストリートから H ストリートの範囲に収まっている。ドッジ軍庁舎フリーモントは、シティマネージャー性をとっている。 市の立法機関である市議会は8人の議員からなっており市を4つに分けた選挙区から2人ずつが選出される市議員の任期は4年で2年ごとに各選挙区1人ずつ4人が改選される市議会議長は8人の市議員の中から1人2年ごとに選出される市長は市議会に出席し市議員の賛否が同数で自らの票が キャスティングボートとなるときのみ、市議員と対等な投票権を有する。また、市長は、市議会の可決した条例に対して承認権を呼び、拒否権を有するが、市議会が、全議員の二3以上の賛成で可決した場合は、市長の拒否権を無効化することができる。市長は、全市からの投票で選出され、その任期は4年である。シティアドミニトレーターと呼ばれる。 シティマネージャーは、市の行政実務の最高責任者であり、市長に任命され、市議会の過半数の承認によって就任する。シティマネージャーは市長及び市議会の採択した政策に沿って、市長及び市議会の指揮命令下において、効率的に行政実務を遂行することに責任を負う。シティマネージャーの他にも、市法務官、市書記官、市水党役、市議士、 シー氏及び公共事業、ゼネラルマネージャーはいずれも市長に任命され、市議会の過半数の承認をもって就任する。2010年、フリーモントは不法入国者が市内で家を借りること、及び職に就くことを禁じることを住民投票で可決し、このことで全米的な注目を浴びた。フリーモントは二十世紀初頭に製造業と農業の中心地としての地位を確立し、 1980年代の農業危機器と製造業不振によって一時は落ち込んだものの21世紀に入っても130社のアグリビジネスが立地するなど依然としてアグリビジネスの中心地となっているしかしその一方で1980年代以降地域経済の多角化が進められており市中心部の商業地区や市北部のフリーモントモールなど 小売業も発展してきている。また、犯罪率の低さや家庭生活の質の高さが幸いして、オマハの郊外都市としても発展してきている。フリーモントに最も近い商業空港はオマハのエプリエアフィールドである。フリーモント市内にも、市北西部にフリーモント市営空港があるが、こちらはゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機等の発着が主となっている。 空港で定期旅客便は就航していない。フリーモントには、週間高速道路は通っていないが、オマハフリーモント間の国道275号線が、両市を結ぶ高速道路になっている。市中心部の目抜き通りである、ブロードストリートは、国道77号線であり、市から南下して、シュートリンカーンへ、また北上して、アイオワ州、スーシティへと通じている。市北部を通る、 国道30号線はコロンバスを経由してグランドアイランドへと通ずる。市北部に立地するサップブロストラベルセンターにはエクスプレスアローのバスストップが併設されており、オマハと州内のコロンバスノーフォークとを結ぶバスがオマハ方面、ノーフォーク方面とも1日1便停車する。ミッドランド大学のルターの噴水ダウンタウンの北東には ミッドランド大学が35エーカーのキャンパスを構えている。同学は1883年にカンザス州アッチソンで創立したルーテル協会系のリベラルアーツカレッジで1919 19年にフリーモントに移転してきた。同学は30以上の専攻プログラムを有し約1400人の学生を抱えている。ミッドランド大学は US ニューズ ワールドレポートの大学ランキングでは中西部の地方区のリベラルアーツカレッジの中で50位以内に入る評価を受けている。フリーモントにおける K12 課ほどはフリーモント公立学区の管轄下にある公立学校によって主に支えられている。同学区はラベンポート早期教育校、小学校7校、ジョンソンクロッシングアカデミックセンター、フリーモント中学校、および フリーモント高校を有し、約4500人の児童、生徒を抱えている。ルイス・イーメイ歴史博物館ラブ、ラーソン・オペラ・ハウス北西部、ネイアベニューとシックスティーンス・ストリートの北西角のブロックには、ルイス・イーメイ歴史博物館が立地している。このクラシカル・リバイバル建築様式の建物は、もともとは1874年に、 イタリアネットリバイバル様式で建てられたセロンネーの邸宅で息子に相続された後、1912年に改築されたものである。現在では家屋は博物館として、また敷地は植物園として一般公開されている。同館の建物は1977年に国家歴史登録財に登録された。フリーモントにおける鉄道の歴史は四北西部。 ナインティーンスストリートとサマーズアベニューの定時路の月あたりに立地するネブラスカ鉄道博物館によって現代に伝えられている。また、同館はフリーモントエルクホーンバレー鉄道として17マイル北のフーパーまで不定期でイベントとして列車を走らせている。市中心部、5th スストリートと 6th スストリートの間のブロードストリート沿いには ラブラーソンオペラハウスが立地する。この劇場は1888年に建てられたもので、当時は5階建ての建物の上部3階層を占め、1100席の客席数を誇った。しかし、この劇場はわずか28年で閉鎖され、上層階はその後100年近く一般には公開されなかった。しかし、2011年の改修で生まれ変わり、 その後は市を代表する演技芸術施設で、あるのみならず、各種のイベントにも用いられる、レンタルスペースを備えた複合施設となっている。ラブラーソンオペラハウスは、1974年に国家歴史登録罪に登録された。毎年7月第2週の週末3日間には、市名の由来となったジョンシー・フレモントの名を冠した、ジョンシー・フレモント・デイズというイベントが行われる。 回期中、市内の至るところで、パレードやロデオ、スパム料理コンテストなど様々な催し物が行われ、また、各種の露店が並ぶ。以下に、フリーモント市における1870年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。フリーモント小都市圏は、どっち軍一軍のみからなっている。オマハカウンシルブラフスフリーモント、 広域都市圏全体の人口については、オマハ都市圏人口を参照のこと、ありがとうございます。